お金も豊かで心も豊かで成功してる人は自分のハートを信じて自分がやりたいことにフルコミットした人なのね。自分がやりたくないことにフルコミットして成功してる人って世の中には実はいないわけよ。世の中で成功してる人は自分が大好きでやりたいことをやってるわけよ。ホンダを作ったね、ホンダさんとかね、パナソニック松下さんとか、あれ大手企業のやり方じゃないでしょ。自分がやりたいことをやったら大手企業になったわけよね。わかるかな、 right? So you have a gift。 必ずあなたには素晴らしいギフトがあるのね。で今がきついっていうのはこっちじゃないよっていうロードサインだって思ってもらいたいわけよ。今きついんだったらそれはこの人生、世界、地球がそっちじゃないよっていう、あなたをこっちだよって押そうとしてるシグナルだっていうことを気づいてもらいたいわけよ。これすっごい大事。これ直感って言うんだけど、ほんでこっちじゃないなっていうのは分かるわけよ、ね、だからあなたにはあなたがスパって入ると自然に昇竜拳ドラゴンライズみたいな道があるわけよね。Hey guys, thank you so much for checking out Chris's room. 今日はですね、なんとお知らせがあるんです。本を出版することになりました。イエーイ、 Thank you so much. 8月21日に予定されていて、そろそろ大好きなことで生きていこうよっていう本が出版することになりました。イエーイ。で、この本は宝島社っていう会社と一緒に作ってるんだけど、これね、すっごい僕すっごい嬉しいんですよね。そろそろ大好きなことで生きていこうよっていう本なんだけど、まあ、正直言ってやっぱりちょっと社会的には大好きなことを仕事にしようよとか言うと、うぜーとかうざいよこれとか、そんなの無理だよ、そんなことしちゃダメなんだよね、好きなことを仕事にするなんてお前楽するなよっていう話になっちゃうんだけど、大丈夫、心配しないでっていうこと。なぜかというと、大好きなことで生きていくっていうのは楽にできないから超難しいのよ。だって大好きなことで生きていく、俺はこれで生きていくんだ、僕は、私はこの好きなことで、ね、自分の夢を持って生きていくっていう道を歩いてたら、まず誰がそれできないよって言って言うと思う？まず自分だよね。自分がそんなのできないよって言ってくる。で、今度他の人もそんなの無理だよって言ってくるんだよね。そんなのダメだよとか、そんな甘くないよとかね。全然大好きなことで生きていくっていうのは楽にはできないことなんだよね。ね。で、これをでもできることなのよ。悪い。楽にはできないけど、実際にできることなんだよね。まあ、これはちょっと別の動画でもいっぱい話してるんだけど、ね。基本的にお金が入ってくるとき、ね、お金があなたに流れてるときに、あなたが嫌いなことを仕事をやってても、好きなことを仕事をやってても、市場が認める形になってたら、お金は入ってくるわけよ。ね。っていうことなんだけど、なぜ大好きで、得意で、自分がやりたいことを仕事にした方がいいのかっていう、俺、別に嫌いなことを仕事にして幸せだったら、別にスイッチしなくていいからね。本当に無理しないで、好きなことを仕事にしないといけないんだっていう感じじゃなくて、本当に自分が、いや、なんかこれ違うよなとか、辛いんだよなとか、いや、マジこのままだったらどうなっちゃうの、ゾクッてするような恐怖を感じたことあるんだったら、ちょっとこのビデオをちょっとマジ本当に聞いてみてもらいたいので、特に次のセクションを、俺は僕は絶対自分が得意で大好きなことみんな必ずあるわけよ。で、そこのハートを信じてフォローしていくと、すっげえいいことにつながるのね。どういうことかっていうと、ね、大好きなことを仕事にしちゃいけませんよっていう考えは、まあ、正直言って江戸時代とか江戸時代の前に大好きなことを仕事にしようぜとか言ったら、もう侍からね、首を切られちゃうとか、農民がさ、いや僕キャラメルポップコーンのお店を作りたいんですって言ったら、侍が来てさ、ああピシャーとかさ、マジね、ね、旅行もできない時代だったからね、日本でね、江戸時代の前とか江戸時代とかも。で、明治になってもういろんな大変なことがあって、お国のね、政治も変わったり、で、昭和になって、まあ、本当にね、恐ろしい世界中で超恐怖の時期があって、それが終わって、ちょっと昭和でインダストリアライズ、なんていうのかな、日本のビジネスで、ね、大手企業に働くと成功するっていう、このやり方がすっげえマス的に流行ってたっていうのかな、うまく成功モデルナンバーワンみたいな感じだったんだよね。
ね、でちょっとそれについて見ていただきたいんですよ。 Alright, so find your vision. 自分のビジョンを見つけようね。ビジョンがガイドしてくれるからっていう話なんだけど、これ日経225の historical chart で自分でもあのウェブ行って調べるんだけど、これちょっと見てもらいたいんだけど、まあ、26年から89年が昭和だったんだけど、これはちょっと戦争の後の50年代からパッていう、これマジ右肩上りっていうことなんだよね。これもう本当にね、どういうことかっていうと、ね、大手企業、塾めっちゃ頑張って勉強めっちゃ頑張って大手企業に入ろうぜ、入ったら何すんの、大手企業に入ったらめっちゃうまくいくわけよ。悪い、もう言われたこと、コマンド、you know? 言われたことをしっかりやって努力してたらうまくいくわけよ。自分でちっちゃいビジネスやりたい、ちょっとやってみた、わあ、それを見つけた大企業がパッて入ってきて同じことをスパッてパクられてボン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 ってやっちゃう。大手企業には銀行もついてる、ね、いっぱい人もいる、お金も借りれる、ね、自分でこういうビジネスをやろうと言ったらお金も借りれない、銀行からの信頼も得れない、 OL のお姉さんたちが一番いて、営業のチームが一番いて、もう結構難しいわけよ、好きなことを自分でやろうってなったらね。だから大手企業のやり方がすごくうまく、知ってるよクリス、でもこれは知ってるか、これは知ってるかい、これ面白いよ。バーン、平成元年の世界のこのトップ50のランキングなんだよ、株で言うと。悪い、これ見てくれよ、1989年、世界50に32社入ってんだよ、日本の。やばくないかい、これ世界のトップ30ってほぼ日本じゃん。この大手企業に入ったら成功するぜっていうモデルは超成功できたのよ、この時代は。間違いない、これ半端ねえぜ。でちょっと面白いのがあるから見ていただきたいんだけど、 OK、 このバブル、1989年、平成になったら何があったって、チャーって身形のぼりできてんだけど、シャーって、あら、まあなんか上がってんのか下がってんのか、まあ、とりあえず努力してしがみついてるね。これ大切なんだよ。平成に入っても昭和のやり方で働いているわけよ。悪い、努力して言われたことをやる。社長、こういうアイデアがあるんですけどどうでしょうか。おめえそんな新入社員だろ、黙ってろ、努力だよ。悪い、アイデアが上に上がってこない時代なの。なぜかというとアイデアが下がってくる方がうまくいってたからね。で、平成何なのこれって感じで、この時代アメリカと、まあ、これちょっとアメリカなんだけど、アメリカ見てもらいたいわけ。これダウジョーンズ100年のヒストリカルチャートなんだけど、ちょっと見ていただくと、これが昭和なのよ。日本の右肩のドラゴンファイトみたいな、ドラゴン昇竜拳やってた時に、わかる、アメリカがうわーって食らって下がってるわけよ。でも日本のバブルが破壊して平和になったら、アメリカどうなった。借金、昇竜拳、ドラゴン、おー、ふぅ、テンション高いぜ。ドラゴン上りなのよ。悪い、何が変わったこの時代、アメリカ。何が変わった、言われたことを、上が言ったことをやるっていうのが、下から自らで考えてやってみますっていう時代になったでしょう。マイクロソフト、アップル、グーグル、インターネット、悪い、銀行さんからお金必要ない、サーバー月1万円で10万人の人に商品を売れる、悪い、チーム3人で動ける、ね、営業マンの10人のスタッフいらない、ね、でっかい工場を買うお金がいらない。だからこの緑のところが日本のこの平成なのよ。悪い、この働き方、考え方をシフトする大切があるわけよ。で、今日は令和だからね、平成もう終わってるぜ、平成もう終わってるぜ。これ、わかる？この考え方をスイッチしなかった日本はどうなった？どうなった？平成30年、わかる？で、トップ50に1社しか残ってないわけよ。1社だぜ。で、これは先月のダイヤモンドかな、うん、ごめん、5月18日なんだけど、これにはトヨタが42位って書いてあって、で今日のランキングで言うとトヨタが46って書いてあるわけよ。悪い、このね、言われたことをやるね、めちゃくちゃ努力して頑張っていい大学入って大手企業に入るっていう考え方、今でもニュースでも話題になってるじゃん。大手企業が潰れ始めてるとか、大手企業がなくなっちゃうとか、今の時代もう
大手企業に入ったから安全っていうことは世界の視点から見ると日本ではまだちょっとそれがいいんだって残ってて、もちろんそのちっちゃいパーセンテージはもちろん大手企業に入ったら絶対うまくいくからね。うん、でもね、普通の俺たちみたいな、ね、なんかそこまでなんかめちゃくちゃ勉強して大手企業に入るっていうのが、まあ、それやりたいんだったらやってください。それも大切だからね、サムライファイト。でもそうじゃない、それにちょっと俺合わないなっていうか、それ今実際に大手企業に入ってない、ね、大手企業に入れなかった、でこの会社きつい、自分が得意でやりたいことでもやってない、これ永遠に続けるのってなって、ゾクってしても本当に腹の下から怖くなって、ね、ギャーってなったら、ちょっとこのコンセプトを頭に入れてもらいたいんですよ。 Right? First of all, okay? You have a gift. あなたには必ずギフトがあるのよ。あなたにはあなたしかできないことがあって、それをやり始めると人生がすっごいうまくいくのね。俺過去の15年間世界で成功している人をバカみたいに毎日僕研究してんの。1日45分、本当に俺本とか聞いて YouTube ネットで調べたり本読んだり、もうバカみたいに研究してるわけよ。成功している人はね、お金も豊かで心も豊かで成功している人は自分のハートを信じて自分がやりたいことにフルコミットした人なのね。自分がやりたくないことにフルコミットして成功してる人って世の中には実はいないわけよ。いないのよ。世の中で成功してる人は自分が大好きでやりたいことをやってるわけよ。ね、ホンダを作ったね、ホンダさんとか、ね、パナソニック松下さんとか、あれ大手企業のやり方じゃないでしょ。自分がやりたいことをやったら大手企業になったわけよ。ね、わかるかな？ Right? So, you have a gift! これを僕がね、どんなにベル叩いてあなたにはギフトがあるんだよって言っても多分自分で気づかないといけないから、まあこのぐらいにしよう。でも言っときよ、必ずあなたには素晴らしいギフトがあるのね。で今がきついっていうのはこっちじゃないよっていうロードサインだって思ってもらいたいわけよ。今きついんだったらそれはこの人生、世界、地球がね、このね、木がそっちじゃないよっていう、あなたをこっちだよって押そうとしてるシグナルだっていうことを気づいてもらいたいわけよ。これすっごい大事。これ直感って言うんだけど、ほんでこっちじゃないなっていうのは分かるわけよ、ね、だからあなたにはあなたがスパって入ると自然に昇竜拳ドラゴンライズみたいな道があるわけよね。でもう一つ大切なこと、今の時代は会社に頼る時代じゃないんだよね、これ今のグラフで見たじゃん。わかる？会社に入ったらうまくいくっていう時代？いや、まあそれごめんね、それを信じたいんだったら別にいいと思うんだけど、僕はそうじゃないと思うよね。僕は自分に頼る時代だと思うの。自分の本音、自分がやりたいこと、自分に頼らないといけないわけよ。わかる？だから年金引退したらどうなるんだろうね、年金でなんとかなるんだろう、いやちゃうと思うよ俺。しっかりそこプランしてNISAに投資したりとか、結構リアルにそれ動いた方がいいと思うんだよね。仕事も同じなわけよ、ね、健康も同じなわけよ。わかる？健康もなんか、いやなんかテレビで CM 見たからこれヘルシーだと思っていっぱいジャンクフード食べてたら、なんか50代に体が動かなくなる、それ当たり前やろ、ね、自分で自分の健康を見るじゃん。仕事と生活も同じなんだよ、ね、どういうことかっていうと、自分が大好きで得意なことでそのキャリアを見つけるわけよ。そんなの今すぐできるんですか？いや3年かけたらリアルにできる派なんだよこれ、ね、人間40年とか働くからね、3年間でそれできるわけよ、キャリアシフトみたいなのリアルな感じで、ね、でそうすると、ね、自分が好きでやりたい仕事だから、日曜日の夜、いやー仕事きついなーんじゃなくて、日曜日の夜、やった、明日も働けるんだってなるわけよ、ね、で会社行ってめっちゃファイトやって、ね、で好きなことやってめっちゃ学んで、でそれが終わってもなんか YouTube とか本とか、週末にはなんか資格取りに行ったりして、めっちゃ勉強しててめっちゃそのスキルアップが早いじゃん。でそれで1年2年3年とかやってると、自分がもう本当に一人前になるスピードも上がるし、結構これ10年15年20年やると業界のトップの 10% に入れるかって言ったら意外と入れちゃうわけよ、その21で自分がこれだっていうのやってると。
ね、でこのこれだっていうことをやってる人が他にいるとするじゃん。自分がその教会に入ってて今度その人と戦ったら誰が勝つと思う？毎日仕事やりたいんだっていうめっちゃファイトしてる人か、いや俺仕事大嫌いで本当に仕事行きたくないんだけど、うわーでも本当に仕事終わったらなんかねお酒飲みに行って食事食べてみんなとバイバイやって週末もいや仕事関係考えたくねーみたいな人と仕事大好きっていうプロフェッショナルが戦ったら誰か市場から市場は誰に仕事を出すと思う？ねえ、サービスか商品のクオリティが高い人だよね。サービスか商品がクオリティ高い人って誰だと思う？誰の方、当たり前に仕事が大好きでやってる人の方がいいものなるじゃん。そこ、これ、これ幼稚園のことも分かるよね。ね、なら大好きなことで生きていくっていうのは楽じゃないわけよ。めちゃくちゃハードなわけよ。でも自分、僕は大嫌いなことで生きてたわけよ。で夢諦めてもうこれ絶対無理だっていう、もう本当にこの10年後20年後、もう本当にもうこんなきつい人生ないって最悪な状態だったわけよ、ね、その状態かで嫌いなことでずっと引退するまで生きていかないっていう、ね、その人生と大好きなことを仕事にしようぜっていう時のチャレンジ、超ハードだよ。どっちの方が楽かって言ったら、大好きなことで生きていくっていう道のチャレンジをやってる方が全然楽なわけよ。全然楽なわけよ。もう、It's night and day。わかる？全然違うわけよ。で、この最初の1年、2年はハードなわけよ。みんな大好きなことを仕事にしようぜイエーイみたいなやってると、今の仕事を辞めて、ね、来週新しい完璧な仕事に見つかってるみたいな、そういう甘いって話で、まあ、そういう人もいるよ。マジ俺こういうの教えてて、マジ本当に1週間でそういう夢の仕事に就きましたっていう人もいるんだけど、結構それ激レアなんだよね。リアルなのはまず自分が何をやりたいのかっていう見つける旅、それをその作業を始めること、自分のビジョンを見つけることで、ビジョンを見つけてこれやりたいなって言ってもまだそのお金に代わるスキルを持ってないから、この3年間石の上にの3年間っていう修行の時間、わかる？これきつい修行にしてもいいし、軽い修行にしてもいいんだけど、まず自分のスキルを身につけないといけない、お金に代わる。で今度それでまずもう一回転職するとか、だからこのステップがあるわけよ。だから嫌いな仕事から大好きな仕事に一瞬で変わるみたいな、そういう話じゃなくて論理的にやっていくっていう感じなんだよ、このプランを。でこれを僕本にしたんですよ。でそろそろ大好きなことで生きていこうよっていう本で、これね、ちょっとタイトルでね、大好きなことで生きていこうぜにするか、大好きなことで生きていこうようにするか、すっげえ迷って、この間もなんかアメリカ行った時に、空港でみんなのね、空港のお姉さんとか、食事作ってくれてるお姉さんとかに聞いてみて、私はぜがいい、私はよがいいと言って、どっちにしようかって迷ったんだけど、よにしました。Alright, so...ぜひですね、8月21日に発売されるんですけれども、予約ちょっと予約が、もうちょっとでできるようになりますので、ちょっとそれができるようになったらまたお知らせいたします。でこの本にはですね、本だけじゃない、ちゃんと僕サポートサイトも作りましたので、本もあってサポートサイトもメンバーシップに、本を買ったらメンバーになれるっていう特別サイトもあって、そこには、本田健さんと一緒に作った動画とかがアップしてるとか、その結構具体的に仕事を辞めるとき、辞める前どういう風にやるのかとか、結構そういうところも入っているので、ぜひですね If you could check it out, that'd be fantastic. ごめんね、またビデオめっちゃ長くやっちゃったんやな。Alright, I love you guys. I'm so happy if you could check out the book. That'd be fantastic. 本当にみんなのおかげだよ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ね、今日もお忙しい中、僕の動画を見てくれて本当にありがとうございます。I love you guys so much. Alright, I'll see you next week. ありがとう。